2024年最新版185センチ以上高身長の韓国人気俳優36名。皆さんこんにちは。今回は185センチ以上ある高身長の韓国人気俳優36名をお届けします。韓国の俳優さんは高身長、そして顔が小さいという最高のスタイルを誇っている方が多いですが、その中でも今人気のある俳優さんで群を抜いて大きい36名をご紹介します。最新情報がある場合はそちらもご紹介します。今回はあくまで誰がどのくらいあるのかを見ていただきたいので、36名をサクサクっとお届けいたします。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速いきましょう。エンタメポンポコリン始まるよ。185センチ、オクテギョンさん。1988年12月27日生まれ。昨日幕張メッセイベントホールにて K ドラマフェス2024 with スタジオドラゴンが開催され、出演されましたね。ファン・イニョプさん、1991年1月19日生まれ。現在ドラマ組み立て式家族が U-NEXT にて配信中です。イ・サンユンさん、1981年8月15日生まれ。コ・ギョンピョさん、1990年6月11日生まれ。ジュウォンさん、1987年9月30日生まれ。現在地上波テレビ大阪にてドラマグッドドクターが再放送されています。パクソジュンさん、1988年12月16日生まれ。皆さん、ギョンソンクリーチャーシーズン2は見られましたか？パクヒョンシクさん、1991年11月16日生まれ。ドラマドクタースランプは好評でしたね。186センチ、チョン・ウソンさん。1973年3月20日生まれ。映画ソウルの春がブイル映画賞で3冠を達成されましたね。おめでとうございます。カンドンウォンさん、1981年1月18日生まれ。ネットフリックスオリジナル映画戦と乱が11日に公開されました。見られましたか？イジョンソクさん、1989年9月14日生まれ。新ドラマソチョドンの出演のオファーを受けて検討中とのことです。パクヘジンさん、1983年5月1日生まれ。ソンガンさん、1994年4月23日生まれ。現在入隊中です。スウィートホームシーズン3まで見られましたか？イムジュファンさん、1982年5月18日生まれ。現在 BS 日テレにて三兄弟が勇敢に恋する大人たちが放送中ですね。チェジニョクさん、1986年2月9日生まれ。昨日は東京、本日は大阪でファンコンサート開催中です。187センチ、ジュジフンさん、1982年5月16日生まれ。 TBN ドラマ愛は一本橋でが韓国にて11月23日より始まります。イミンホさん、1987年6月22日生まれ。ドラマパチンコシーズン2が米メディアで最高の演技と絶賛しているとの記事が出ていました。さすがアジアナンバーワン俳優ですね。チャン・ギヨンさん、1992年8月7日生まれ。ネットフリックスドラマヒーローではないけれどが話題になりましたよね。キム・ヨンガンさん、1987年1月11日生まれ。キム・ウビンさん、1989年7月16日生まれ。
ネットフリックス出演作が2作連続でヒットを記録しています。現在配信中の武道実務官は9月16日から22日にかけて合計1570万視聴を記録しています。ソンジュンさん、1990年7月10日生まれ。来月11月8日から韓国 SBS にてドラマ熱血司祭2に出演されます。イジェウクさん、1998年5月10日生まれ。8月30日に放送された KBS 第2テレビジョンの番組で来年の入隊を予告されたとのこと。シン・ソンロクさん、1982年11月23日生まれ。ディズニープラスで配信中のドラマ悪魔な彼女は裁判官に特別出演されています。ユジテさん、1976年4月13日生まれ。アンソヒョプさん、1995年4月17日生まれ。12日から13日に名古屋、15日から16日に大阪にてファンミーティングがありますね。ソドヨンさん、1981年4月14日生まれ。アンボヒョンさん、1988年5月16日生まれ。ドラマ財閥刑事は評価の高いドラマでしたね。パクソームンさん、1973年1月9日生まれ。ドラマ秘密の森深い闇の向こうにのスピンオフ作品いいか悪いドンジャに出演されていますね。ジヒョヌさん、1984年11月29日生まれ。11月4日に日照ホールにてファンミーティングがあります。188センチナムジュヒョクさん、1994年2月22日生まれ。先月9月19日に除隊し、復帰作として東宮を検討しているとのことです。ジャスーモンさん、1970年6月7日生まれ。ディズニープラスオリジナルシリーズドラマ暴君に出演されました。イテファンさん、1995年2月21日生まれ。除隊後ドラマ DNA ラバーに出演されましたね。見られましたか。ナイヌさん、1994年9月17日生まれ。ドラマ私の夫と結婚してで人気急上昇しましたね。189センチジョインソンさん、1981年7月28日生まれ。今年5月に約6年ぶりに来日されファンミーティングを開催されましたね。190センチイグアンスさん、1985年7月14日生まれ。 TBN の YouTube 三色ご飯のハイライトでドギョンスさんと一緒に出演されていました。ぜひ見てみてくださいね。ロウンさん、1996年8月7日生まれ。現在主演最新ドラマ濁流を撮影中の彼ですが、12月24日に日本のファンビを開催されます。楽しみですね。最後、192センチユン・ギュンサンさん、1987年3月31日生まれ。さて、185センチ以上ある高身長の韓国人気俳優36人をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひコメントもいただけると嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。